はい、こんにちは、海坊主です。今回はね、またカーリテイリングシミュレーター3回目となりますね。前回の続きをやっていきたいと思います。前回の最後はね、まあ内装の補修とかウィンドウの清掃とかそういった感じの仕事でした。すげえド派手な車でしたけどね。ピンクですよ、ピンク。まあキャンディーピンクっぽい感じ。あんな色ね、最近見ねえよなと思ったけど、どっかで見たなと思ったらね、そうですよね、ハンバーグ師匠のあのハーレーダビッドソンですよそうそう、あのバイクにそっくりな色って感じでね。まあ俗に言うね、あのチャンネルで言われてるところのソープランドピンクってやつですけどね。はい、じゃあね、今回はね、また前回の続きをやっていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、ってことでね、パソコンに行かなくてもね、多分この仕事ってところからね見れるんですよね。泥風に入った後、シャワーを浴びずに、多分漢字がね文字化けしてるんでしょうね。思ったより悪い結果になったとかねまあこれを見る限り、磨きとシート清掃とシート補修とあれですね、ホイール磨き、車のスペースに立ってます、ごめんなさい。ああ、でももう一台ありますね。洗車とバックミラーの洗浄、ウィンドウキットか、どっちをやるかですね。こっちの方が安い仕事で評判はね上がる。まあとりあえずこっちからやっていきましょうか。なんか高そうな仕事のがね。はい、こんな感じの車ですね。まあすごくね、50年代のアメ車って感じ。シボレーのベルエアって感じのデザインですね。まずね、最初に車から洗っていきましょうね。泡、結構ね、車のサイズがでかいですね。でタスクも多いですね、今までの仕事から比べると。まあでもようやくね、本格的にねチュートリアルミッションが終わって仕事が開始されだしたって感じでしょうね。で DLC を購入してるんですけどね、今のところ DLC がね何を指すのかがよくわからん。一応なんだかあるんですよ、なんとか DLC っつうのが。まあなんか現代的なね車は入るんでしょうけどね。ていうか、そう、洗車屋だったらね、こういうつま先立ちじゃないで脚立とかもあってもいいと思うんですけどね。そのうち出てくるのかな。はい、泡立てがね終了しましたね。まあ一応ね、ルーフも塗っときましょう。はい、じゃあ次はね、落としの方ですね。まあ一応ね、セオリー通りね、上から落としていきましょう。基本的にはね、上から下へですよね。部屋の掃除とかと同じですよね。これ泡をね流さずにね拭き取ろうとしたらどうなんだろう。試しにやってみますか。取れるじゃんね、流す必要ないような気がするんだけど。洗い流すことは重要なのかな、やっぱり。まあまあいいやとりあえずやっていきましょう。やっぱ洗い流した方がいいな、手っ取り早いわ、なんだかんだで。流さなくてもいけるけど、流した方がやっぱり早い、最終的には。ダーッとでいいんでね、流しちゃいましょう。こんなもんかな。これなんだか微妙だなと思ったら、傷でしたね、単純に。表面のボコボコが気になるけどね。ざっとでいいかもね。結局分かりづらいですもんね、マウススピードはね。お、速すぎてもダメみたいですね。できる限り速くして、手っ取り早くね吹き上がるようにしてって感じでやっていきましょう。はい、研磨研磨。
これですね。行きましょう。まずはライトでね、今日車を一通り照らしておきましょう。多分これ一回一通り照らさないとね、ダメなんでしょうね。あの黒い車ね、前回やった時にね、照らしてないところがね、うまく表示されなかったんですよね。なんでね、一応全体的にね、まんべんなく照らしておきましょう。はい。コンパウンドもね、塗ったくりゃいいってわけじゃないと思うんだよね。見事にね、傷が消えてきますね。あれ、後ろの方はね、自分でやった方がいいでしょうね。自分ですが、このズームインモードじゃない画面で。今度ね、俺もね、ボディ研磨のね、動画を上げるかもしれないです。まあ、どの車を研磨するんだって言ってますけどね、俺のね、ポンコツムーブがね、どこまで光り輝くようになるのかね、試してみたいんですよね。道具もね、結構持ってるんですよ、実は言うと。まだ試してないだけで。しかもね、プロ顔負けのね、道具を。プロの道具じゃないですからね。プロ顔負けの道具。ルーフはやってもやんなくても良さそうですね。はい、じゃあね、シートを修理しましょう。このカーシートキットね。狭っ。いくらなんでもこのベンチシートちっちゃすぎだろ。嫌な音。こんなとこね、三ペで削ったらひどくとなるでしょ、普通。カバーもペーパー掛けするもんなのかな。いい、あと一箇所。はい、オッケー。後ろはどうだ。後ろもね、やっぱり。はい、あとね、二箇所。一箇所終わってたと思ったらね、終わってなかったみたいですね。じゃあね、写真撮って終わりにしましょう。あ、バックミラーの洗浄か。はい、じゃあね、次はミラーの洗浄ですね。やっていきましょう。とりあえずこう回すように拭いていく感じですかね。どん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 ゲージがね、上がっていってますけど、くる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 っとやっていけば終わりですね。もう片方くる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 っと、早く回してもある程度だったらいけるみたいですね。あとは車体の拭き取りだけですね。だってもうほとんど車体の拭き取りも終わってるんですよね。はい、終了です。はい、写真を撮る。はい、終了。はい、なんだかね、このまま続けてもう一台仕事を受けたわけじゃないんですけどね、なんか来ましたね。なんかフルセットみたいな感じですよね、この感じじゃ。全部まとめてやりなさいみたいな。とりあえずね、やっていきましょう。これ最初の店でね、チュートリアルで引き受けた車ですよね、どう見たって。まあやっていきましょう。ホイールからね、何から何まで洗うみたいなんでね、ぐるーっとね、チュルーっとやっていきましょう。どっか抜けてるところがあるんでしょうけどね、来ないですね。ピローンと。フロントバンパーでもねえの。どこだろう。これこうなったら辛いですね。あ、来た、ようやく来た。これボンネットね、チュートリアルの時もそうだったんですけど、なかなかね落ちないですよね。
落ちないというか、ボンネットがね、綺麗に巻けないっていうか、さっきのもね、結局ボンネットが原因でね、あれでしたもんね。こう完了になってなかったみたいな感じで、最初のチュートリアルのやつでも。とりあえずあれですね、こう見る限りだと研磨はやんなくていいんですね。研磨以外は全部やるって感じか。あ、でも研磨あるか、ボディーワークを研磨で。とりあえずこれで泡落としは終わりかな。じゃあ先にね、窓拭く前にね、あ、じゃなくてボディを拭く前に窓拭いちゃいましょう。ある程度ね、拭いてからのがね、まんべんなくね、ガラス拭けてるかがわかるんですけどね、ちょっと拭くか先に。こうやってね、拭いた後じゃないとね、わかりにくいですからね。はい、これで大丈夫でしょう。こんだけね、入念に拭いとけばね。キュ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 、いい音しますね、ちゃんとガラス拭いてるような。はい、じゃあ次はね、ホイール清掃行きましょうか。ボディーワークじゃないね、ホイール清掃キット。これもっと細かいスポークのやつだったら全部やるのかな、どうなんでしょうね。まあそういう制限のあるね、もしかしたらホイールはあんまりないのかもしれないですけどね、まだ。ほい、これね、実は言うとね、そこまでね、動かさなくていいみたいなんですよね。何気に。ほとんどボタンを押してるだけで OK みたいなね。あと、リムだけ？よし、OK ですね。こっち行きましょう。なんか嫌な色のね、水出ますよね、ほんと。はい、ホイール洗浄はね、終了ですね。次はじゃあ、インテリアクリーナーですね。車内キャーケットかな。はい、じゃあやっていきましょう。いや、なんか嫌な感じ。汚れっていうよりもなんか、かびてるようにしか見えないな、これ。いやー、これ、やっぱりね。ちょっと傷んでるからね、そこ修理しないといけないんでしょうね、また。そうですよね、シートを修理するって感じで書いてありますもんね。あんまりね、こうマウスを早く動かしても良くないみたいですね。結構ゆっくりめにやった方が結果的にはね、早くなってるような気がする。なんかほんと嫌な感じ、このシートほんと、もうちょっとね、綺麗に汚れてよって感じ。意味わかんねえけど、言葉としての意味はね。こういう、ほんと汚く汚すなよって感じ。汚すのにもね、綺麗に汚してくれと願うばかりですよ。そう、やっぱゆっくりね、動かしてね、ポイントポイントでね、マウスを止めてた方が結果的に早いような気がする。はい。ボディーワーク研磨。その前にね、車を拭き取りましょう。アストンとジャガーを掛け合わせたような車ですよね。このグリルの感じどう考えてもね、アストンですもんね。よし。次はね、研磨キットですね。グググイッとね、全体的にね、こう、一回舐め回しときましょう。ループはそんな傷になってないですね。何をどうやったらこんだけ傷つけられるんだって話ですよ。なんでこう凹凸あるところもさ、凹凸ないような傷の表現になってんだろうと思いますけどね。フェンダーですね。で、あとフロントバンパー周りはもう終わってるか。ボンネットは、ボンネットも終わってますね。水滴が残ってるけど。はい、じゃあ、あとはカーシートキットか。てか、これもしかしてあの契約がね、若干高かったのって、車2台あったから、よく見てなかったけど、それはね、車2台だったらね、高いよねって話ですよ。
はい、とりあえずこれでね、修理は完了ですね。兵隊、まあ扉開いてっけどいいでしょう。はい、車を戻します。一気にね、35位まで上がりましたね。新しい電話にメッセージがあります。はい、マップのね、ロックが解除されましたってことでね、どういうことなんでしょう。カーショールーム、大きなガレージ、お金が足りません。展示室、専用のショールームであなたの車を展示し、独自のブランドを構築しましょう。なんだかよくわかんないけどね、ちょっと行ってみますか。はい、なんかね、ディーラーランキングでトップになると、まあ、この展示室をね、利用できるようになりますということらしいですね。何のこっちゃと思いますけどね、本当に。はい。なんでね、戻りましょう。だから今のところね、マップを移動できるだからなんだって話ですよね。はい、ってことでね、まあ新たな展開になったって感じですけど、今回はね、以上になります。次回はね、これの続きからやろうかなと思ってますんでね、よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。